神具とは、神道の祭祀に用いられる道具、または器具を言う。神具として作られる素材としては、木製のものは白木で作られることが多く、その他金属製、白い陶器も使われることが多い。締縄の飾られた神棚神棚とは、主に壁の神型に、天井から吊るしたり、鴨を利用したりして作られ、東向き、または南向きに作られることが多い。なお、 神棚が作れない場合は、タンスなどの上を利用して作られることもある。宮方神社の社殿建築を模して作られたもので、通常は白木で作られる。一社作り、三社作り、七社作りなどがあるほか、神明作りや箱に入ったような箱宮などもある。通常の家庭では、一社作り、または三社作りの宮方が使用されることが多い。診察の祭り方としては、一社作りでは、 伊勢神宮の神札を一番前にして、宇治神,神社の神札、日常信仰する神社の神札の順で祭る。三者造りでは中央に伊勢神宮の神札を祭り、向かって右に宇治神,神社の神札、左に日常信仰する神社の神札を祭る。ただし、出雲大社の場合は、中央に伊勢神宮の神札、向かって右に出雲大社の神札、左に 宇治神神社の神札を祀る。詳細は、神棚を参照儀に取り付けられたし締縄め縄とは、稲荒で作られた縄に4本の紙水を垂らしたもので、聖域を分かつために用いられる。詳細は、しめ縄を参照大財府天満宮の神境神境とは、神社や神棚などに収められる、円形の薄い鏡である。通常鏡を支える台と共に用いられる。詳細は、神境を、 山椒三照三肩に乗せられた新鮮味方とは、新鮮を備えるために用いられる白木造りの台である。詳細は、味方を三照奈良県山和小売山室水上湿度の河原家土器とは、神に備える幹足を水を入れるための器で、素焼きの土器である。三本の棒を組み合わせ、足をつけた、豆苗皿、または、食材が用いられる。詳細は、豆苗を三照さ書き立てとは、 榊を備えるための陶器製の花と手である。白木、または陶器製のいげたと組み合わせて用いられることが多い。味方とその後方にある、見てぐらみてぐらとは、紙や布などを用いたよりしろである。古くは紙や布は貴重であり、感謝のために木に挟み、捧げた儀式が展示、よりしろと認識されるようになったと考えられている。詳細は、 御手蔵を三照春日大社の本殿前に置いてある、大魔王のさとは、身を清める、終末のために用いる道具である。詳細は、大魔王、三照神柄が神を祀る者に対し、各家庭の先祖代々の霊を祀るためのものである。詳細は、祖霊者を、三照画像募集中霊寺とは、お玉城とも呼ばれ、仏教における遺廃に相当する、個人の霊の寄り台となるものである。 通常白木で作られる。遺廃と同じく個人一人一人に作られるものと、繰り出し遺廃のように数人の個人をまとめた例示もある。なお、例示には、遺廃と異なり例示を覆うカバーのようなものがある。玉串の乗せられた、あんとは、神社の社殿、または主に神道における行事で使用されるもので、主に白木で作られた机、または台である。通常片方に4本ずつ足を持ち、 左右で8本の足があることから八足案とも呼ばれる。玉串や新鮮などを置く台として使用され、用途によって玉串案、新鮮案などと称されることもある。春日大社などの社では黒木から作られた案が、春日祭りなどで用いられている。左後方に地帯の高きが見える高きとは、新鮮などを放げる際に魚物を乗せる台である。画像募集中央式とは、 神仙をほうげる際に土器などを乗せる台である。びつを用いて運搬する、様子からつとは、お式などを運搬する祭りに用いる、足のついた箱である。人形、片白とは、呪いや薬剤を人に代わって引き受けると、考えられている、神事に用いられる紙で作られた道具である。詳細は、人形を、三章鈴を用いたかぐらの様子かぐら鈴、鈴とは、 神迎えを行う際に用いる道具である。詳細は、鈴尾三照秩父市三法神社の三つツトリートリーとは、天文とも神門とも呼ばれ、神域を表す門のようなものである。詳細は、鳥を三照日吉大社の御子御子とは、御子渡業を行う、際の神霊の一時的より城となるものである。詳細は、御子を三照祝士兵は、出雲大社などで神事に用いる。 浸透用具、宿子創上後に、左右左と振り、記念する。水木は、神前に水を備える場合に用いる。二月、二夢のタイプがあり、素焼き土器、または、白陶器、金属などの素材で作られる。別名は湾、水玉。葬式は、神仙のもとに敷くもので、和紙、木の葉などを用いるが、出雲大社の特殊神事では、怪獣の皮を用いる。 なお、和紙を用いる場合は二つ折りにするのが一般的。による場合、吉次は、右然とし、京爺は、左前とするが、横折りの場合も、吉次は、右然とし、京爺は、左前とする。柳箱は、柳の枝を木糸で編んで作った箱で、心境や腐白などを収める。また、短冊や、冠や浅靴を乗せる台にもする。柳箱は、 奈良時代以降の文献から確認ができ、現代の神社や皇室でも用いられる。柳箱、洋箱、洋箱とも書き、柳枝とも読む。ありがとうございます。